はい、心理カウンセラーの南優太です。今日は泣いていいですよっていう話をしたいと思います。これは結構今一番心がしんどい状態の時に見ると、もしかしたら心や体の状態が悪くなる方もいらっしゃるかもしれませんし、中には理解してもらえてないってね、強い反発が起きる方もいらっしゃるかもしれませんので、そのあたりはね、ちょっと今の自分の状態があまり良くないなと思う方は、見るのはちょっと、今回遠慮してもらってもいい内容かなと思ってます。で、ちょっと自分の心に余裕が出てきたり、こう本気で自分のこう何か課題と向き合う必要があるなって感じている方は、比較的、つまり今のいる環境で、昔よりは、子供時代よりは安心安全を感じられていたりとか、人生に何か希望を持ち始めているけど、でもやっぱり昔の癖が抜けなくてなかなか前へ進めないよっていう方なんかは特に見ていただけたらいいかなと思います。で、いきなり、僕自身の最近あったエピソードで、恐縮なんですが、ちょっとお話しさせてください。僕自身、今いる、まあ、この自分の事務所兼、自宅みたいなところで、こう動画撮ってるんですが、引っ越しをね、するんですよね。まあ、いろんな、まあ、子育てのこととかもあって、僕も仕事が忙しいなかなか子育てに一緒にね、やれないということもあったりして、まぁ、ちょっとこう、いろんな事情から、まぁ、奥さんの実家近くに引っ越しするんですが、やっぱりね、ものすごく忙しくって、本当に余裕がなかったんですよね。で、僕自身もそうだし、やっぱ奥さんもすっごい余裕がなかったという状態で、まぁ、ちょっとね、夫婦喧嘩をね、しちゃったんですよね。で、もう限界だということで、まぁ、パートナーのね、が、感情がバーンって爆発して、ね、僕もそれに最初はこう、落ち着いて受け止めようとしたけど、だんだんこう、なんかそんなに言われなくてもいいじゃないか、ということで、まあちょっと喧嘩してね、で、僕も怒って2階に上がるみたいなことがあって、まあその20秒後ぐらいに、ちょっと声が荒げちゃった頃だけは謝らないとと思ってね、パートナーに謝りに行きました。でね、その後に、引っ越しのことを、で、まあ、僕もなかなかその頭回ってなかったりもして、まあ、なかなかこう、まあ、パートナーの方もタスクがいっぱいありすぎて、まあ、限界だったんですよね。で、そういうところで、まあ、仲直りなんとかしたんですよね、話し合って。で、まあ、仲直りが早いっていうのは、まあ、本当にうまくいってるカップルの特徴ですよね。まあ、そういう意味では、いい関係築けてるなって毎回思うんですが、その時に僕は、仲直りを、まあ、ごめんねってお互いにね、もうさっきは、心もないこと言ってしまったって、で、パートナーの方も私も余裕がなくってつい言っちゃったと、あの時に言ったことはもう感情的になってお互い覚えてないわけです。感情的になってる時ですからね。覚えてない、もうちょっと詳しく覚えてないけど、まあ、そのお互いにね、ちょっときついようなことを相手を責めるようなこと言っちゃって、ごめんねってお互いにこう、素直にごめんなさいってやったんですよね。でね、僕は、こう、彼女とはものすごく今、そういう関係、これまでも築けてこれていることに誇りを持ってるし、パートナーも大好きなんですけど、僕はやっぱり、まあ、自分のプロフィール動画でもお話ししてる通り、家族っていうものにすごいこだわりがあるんですよね、いい意味で。で、それはやっぱり両親が、僕が中学の生の時に、まあ、離婚をした、その衝撃がものすごいトラウマになって、いるからでもあるんですよね。やっぱり自分は絶対に子供に辛い思いさせたくないし、幸せなパートナーシップを築きたいし、自分もパートナーを大切にした関係を築きたいっていう思いはあったけど、まあこれまでの恋愛とかでなかなかそれがこう実現できなかったりしたり、自分自身のこともなかなか大事にできなかったりしたりっていうのがずっとあったからこそ、今回は絶対失敗したくないと思って、パートナーシップのことを真剣に学んでね、自分のことを振り返って、反省すべきは反省して、自己需要とかね、自分の癒しを進めるべきは進めてっていうのをずっと繰り返してきてるんですが、僕ね、仲直りした時に涙がポロポロ出てきたんですよね。で、それは、まあ、パートナーみほちゃんって言うんですけど、みほちゃんと仲直りできてよかった、って言ってね、ボロ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 って泣いて、それで、その時にやっぱりね、こう、自分が、両親が離婚した、その前、もう直前の時とかに、まあ、やっぱり両親が多分初めてぐらいかな、僕の前で、初めてピリピリしてる、あんなにピリピリしてる両親が初めてだったし、そこで喧嘩をしてる二人を見た時に、心がの、こうね、もう引き裂かれていくような体験をしてるんですよね。で、自分がやっぱりパートナーとこういう大きな喧嘩をしちゃうと、自分もそうなってしまうんじゃないか。この、僕もこのパートナーね、もみほちゃんと、こうそんな風になってしまうんじゃないかってすっごい怖くなる。で、仲直りできたことで安心感が、まあすっごい湧いてきてよかったっていうことと、で、怖かったですからね、やっぱり。だから、やっぱ怖かったっていうことも相まって涙がボロボロって出てきたんです。で、今日、泣いていいんですっていう話をしたかったのは、
まあ、これは僕だけじゃなくて、回復していかれる方の多くが、カウンセリングに泣けるようになっていくことで良くなっていくんですよね。これはまあ、初回セッションからボロボロ泣ける方もいれば、なかなか涙が出ないけど、だんだん心の塊というのが取れてきて、泣けるようになっていくっていう風になったりもする人もいます。で、今僕の話で言うと、僕の心の底にあった収穫感情は、怖かったってことなんですよね。彼女と喧嘩してる時も、根底では気がつけないけど、ものすごく怖かったんですよ。ああ、このまま喧嘩して、美穂さんに嫌われちゃう、離婚になってしまうんじゃないか、とか、こんな風に僕を怒鳴りたくないのに、とか、で、子供にも聞こえるところで、ね、最初のうちは気がつかずに口論しちゃってたので、ああ、これ子供にも、ちっちゃい子供に聞こえてる、なんかこう、トラウマになってないかな、とかね、すごい怖い気持ちがあって、一番はパートナー、と離れ離れになってしまう、心が離れていくことがものすごく怖かったし、本当は傷つけ合いたくなんかないからめちゃくちゃ悲しかったんですよね。で、それを仲直りしてごめんねとお互いにこう素直に言い合った後に、それがこう一気にぐわーっと溢れてくるようにこう涙が出てきたと。で、これは僕の場合今この例はパートナーシップの話ですけども、やっぱ親子関係でもね、そういう怖いっていう気持ちと悲しいっていう気持ちを感じてきた方ってすごく多いと思うんですよね。実際僕のクライアントさんたちもすごくそういうことが多くて、で、僕のようなね、パートナーで修復できた人はまだ幸せかもしれませんが、多くの方は、まあ僕の親との関係のように、なかなかその辺の修復がうまくいかずに、どこか親と疎遠なままになっちゃったりとか、親と仲直りとか分かり合えることがないまま、もう親の方が先亡くなっちゃったりとかね、いうこともあるわけなんですよね。でも、カウンセリングの中で、やっぱりその、実際の親との関係が今どうなっていようと、あなた自身が、こう、心の中にある、こう、悲しいっていう感情とか、怖いっていう感情をしっかりと認めてあげられるようになることが、ものすごく大事なんだっていうことを今日お伝えしたかったんですよね。で、泣けない人って多いですよね、今ね。特に、まあ、男性なんかはね、男らしくいないといけないとか、かっこいい人でいないといけないとかね、いうふうに教えられてきてたり、文化的にそういう傾向があったりしますよね。あれってすごく男性の自殺率のが女性より高いっていうね、毎年のように出る数字にすごく関わってるなって僕は思うんですけど、なんかやっぱり、まあ、女性もそうですよね。女性も何か、泣くなとか、強くあれとか、自立しろとかね、ちっちゃい頃から教わってきてる人なんか、まあ、AC の人は泣けない人多いですからね。まあ、いろんな理由から、まあ、男女問わず泣けない人が多いわけなんですよね。で、それはものすごく辛い頃だろうと思うんですよね。で、泣ける場所が必要だと思ってます、僕は。で、それが一つはセラピーの場所だと思ってるんですよね。で、こうやって動画を撮ってるのも、やっぱりセラピーに来る前に僕の YouTube を見てくださる方がすごく多いからです。僕の YouTube を見ることで、そこで発信してるメッセージを知るということは、僕というセラピストの性格を知るということで、価値観を知るということになりますよね。で、僕が泣く人が泣くということについて、どういうふうな眼差しを持ってるのかっていうことを、ぜひね、今回、まあ、シェアしたかったんですね。これずーっと思ってきた頃なんですけど、なかなかこう、撮る機会がなくて、まあ、まとまって自分のこの言いたいことをまとめる時間を取れなかったので、まあ、今回まとめられたので発表してるような感じなんですが、泣くということは、本当に自分の心が、次のステージへ進むきっかけになります。そして、自分が傷ついていたということをはっきりと自覚して、でその傷が癒えていくのをこう感じられるのも泣いてる時ですね。そして、特にパートナーシップの中でそれやる場合なんかは特にそうですけど、これはパートナーシップに限らず、まあカウンセラーの場合で泣くでもいいですね。自分の傷ついた気持ちを安心して語れて、それを泣けた、涙と共に語れて泣けた時に、人と人と結びつける力というのが働くんですよね。悲しみっていうのは実は癒しにつながる一番近い感情なんですよね。だから、悲しみ、それから怖かったっていうのもそうですね。それをこうしっかり涙として流せるっていうのは、癒しにとっては、まあ多くの方は避けては通れない道なんだっていうことをぜひね、今回の動画で知っていただければなと思います。あなたは泣くことに対して、まあ、どういうイメージをお持ちでしょうか。なんか泣いたらこう馬鹿にされるとかね。それはもしかしたら子供時代に泣いたら馬鹿にされた過去の経験がすごく強烈に残ってるからかもしれませんし、ね、泣いたらもう自分の心がうつ病になりそうなぐらいもう止められないって思って泣くことをすごく恐れてるかもしれません。こういったものは形は違えど、出方は違えど、共通して感情恐怖症って言われてます。アフェクトフォビア。本当はもう泣いてもいいし、多分泣いた方がいいし、泣いても鬱になったりはしません。泣いてももう馬鹿にされない環境が今ここにあるかもしれませんよね。
まあ、そんな、あってみないと分からへんやない、分からへんやないかっていうことも、まあ、ね、お気持ちも聞こえてきそうですが、でもとにかく、もうあなたは泣くことを我慢しなくていいっていうことを伝えたくて、泣くことは何も恥ずかしいことじゃないし、あなたが傷ついた気持ちをいっぱい我慢してきた証拠なんだっていうことを伝えたいと思っています。泣くことはダメなことでもないし、迷惑なことでもありません。あなたが傷ついてきたんだっていうことをあなた自身に教えてくれているのが悲しみの感情であり、いかにその関係を失うことや関係性の中で、傷ついたり傷つけられたりすることが怖かったかっていうのを知らせるのが恐怖の感情、安心感のある居場所を求めているんだ、それが欲しいんだ、欲しかったんだっていうのを知らせるのが恐怖の感情や悲しみの感情です。だからそれを取り戻すということは本当にまさにあなたがありのままの感情を取り戻す、ありのままの自分を取り戻すということなんですよね。それをぜひ本気で回復を考えていらっしゃる方は自分自身のね、セラピーの、一つの価値観の物差しにね、取り入れていただければなと思います。はい、今回は泣いてもいいですよっていう話を自分自身の例もね、ちょっと出しながらお話ししてみました。ぜひ参考になさってください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。概要欄のリンク先から、公式 LINE や無料メルマガへご登録いただきますので、ぜひそちらもご覧ください。